どうも、ポテトンです。今回はジェダイフォールンオーダーで序盤に登場する強敵オグド・ボグドこと、カエルのね攻略の方をやっていきたいと思います。で、このカエルさんね、序盤にしてはかなり、強敵で 2,3 発食らうと死んでしまう上にガード不可の攻撃も持っています。攻撃をね、連続して食らうとガードしていても体勢を崩されてしまうということもあるので、今回はガードを使用せず、またね、初心者の方でもクリアできるように、パリーもね使用せずに回避のみで戦っていきたいと思います。まずボス戦で一度死んでいると、このようにねカエルの体の色が変わっていますので、とりあえず一撃入れましょう。で、ここからは基本的にはガード負荷の突進攻撃を待ちます。これですね。この後に隙ができるので一撃入れて、またすぐさまね回避して距離を取っていきます。舌を伸ばす攻撃が来た時は横に回避しましょう。で、先ほどの突進の避けるタイミングなんですが、体が赤くなって口の膨らみがなくなった時ぐらいに丸2回で横に避けていきます。分かりにくい方のために次はスローで見ていきます。体が赤くなっても回避せずに待ちまして、ほっぺの膨らみがなくなった頃合い、ここですね、このタイミングで丸2回、連続で押して回避していきます。回避後は反撃するんですが、これちょっとね距離が遠くて当たるまで2発かかってしまったんですが、基本1発目でねすぐさままた回避して、距離を取るようにしてください。で、次にこれに慣れてきた方は、2連続噛みつきの後にも1回ね攻撃を入れることができますので、ここでもねよかったら攻撃を入れてみてください。余裕がない方は、この攻撃の後にね1発入れてまた下がるの繰り返しで、倒せるかと思います。はい、といった感じで、慣れてくればねノーダメージでいくことも可能かと思いますので、よかったらね参考にしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。ではまたねー。